ラプソディ・オブ・ファイアは、イタリア、トリエステ出身のシンフォニック・パワーメタル・バンド。2006年7月14日、著作権及び商標の問題により、ラプソディーから、ラプソディ・オブ・ファイアに改名した。オーケストレーションを代々的に導入したドラマティックなメタルによって、幻想的な世界を描き出すそのスタイルは、シンフォニック・メタル及びパワーメタルの一つの完成形である。ラビリンス。 スカイラークと共にイタリアンメタルの地位を確立し、母国イタリアを中心に多くのフォロワーを生んだ。作品は、アルバム複数枚にわたる、コンセプトアルバム形式を取ることが多く、レジェンダリーテールズから、パワーオブザ・ドラゴンフレームまでが、エメラルド・ソード・サーガ、シンフォニー・オブ・エンチャンテッド・ランズ2から、フロム・ケオス・トゥ・エターニティまでが、ダーク・シークレット・サーガというコンセプトストーリーとなっている。 また、g エースマウンテン第8の三角より、ザネフィリム s ス・エンパイア・サーガというコンセプトストーリーが始まっており、本作の日本版ボーナストラックには、日本人女性ボーカリストサイコが日本語で作詞を手掛けたレイン・オブ・フューリー日本語バージョンが収録されている。ありがとうございます。